私たち日本民族はその危機をチャンスに今までこの限られた島まで生き延びてきたわけです。世界でいうと日本人は4000年この方、新しい町づくり、村づくりは必ず鎮守の森を作ってきた。生き残った方の未来に発展するために本物の命を守り、世界に誇る南北300キロの森の長城を作りたい。危機をチャンスにさらに発展するための命の森づくりです。まあ、私、林の寺の方では、過去10年間で3万3000本ぐらいの60種類の、土地本来の、木々をずっと植えてきたわけです。まあ、そういったこれ宮城先生の方式でやってましたの でそんな形で今回震災があって、4月に入って先生から電話があって、どうだと、瓦礫を使って高台を作って、でそこに木を植えることによって地盤を守って、でこの森の防潮堤というのはやはりこの、先生の言ってるこれ潜在自然植生といって、もともと人為的な影響がなければどんな木がその土地に入るか、そういったものを研究されている、生態学者ですから、その理論ですか、そういった理論というのは実は正しいんだなと。やっぱり人為的なもの、そういったものが実は見た目はいいのかもしれないけども、ちょっと弱いですよね。でやはり自然の脅威とかそういったものに対しては、やはり自然の姿でこうやはりやっていくことがこう正しいんだなと改めてこう認識したわけです。例えばここで宮城県に取った種を九州に送って育てていただいて、そしてそれがまた大きくなったらまた被災地に戻していただいて、そしてそれをみんなで植えると、そういった構想で考えてますから。命の森を作ることに積極的に提案してくださる市民、行政、企業、マスコミ、皆さんと共にできるところからやっていきたい。日本各地で根の重のポット苗を作っていただいて、見てごらんなさい、これだけの方が日本中から、北海道からも九州からもいらっしゃって、命の森、このノウハウを宮城県から、仙台から、東北から日本中、アジア、世界に発信したいと思います。この素晴らしい皆さんと共に私も頑張りたいと思っています。皆さん、あなたのため、あなたの愛する人のために、ぜひ9000年続く本物、今すぐどこでもできる瓦礫を地球資源としての命の森を作ってください。私たちも頑張ります。